頼むぜリーダー。ああ、すぐメンマ連れてくる。秘密基地で集合だ。した瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。嬉しくて楽しくて冒険をいろいろしてね。二人の秘密の口の中はちょっと分かる。君とね。
ナーメンマン、お前の願いは。どうしたんだよ、なんでこんな。帰り道の交差点で声をかけてくれたね。でもね、でも本当はジェンタンの笑った顔が好き。そろそろバイバイの時間かな。待て、まだダメだ、待ってくれ。これだけじゃダメなんだ。メンマがここに戻ってきてまで叶えたかった願いは、俺ずっとお前に会いたかった。お前の名前呼びたかった。お前に謝りたかった。好きだって言いたかった。でもみんな同じだった。みんなお前が好きだった。みんなお前に会いたかった。みんながお前を、俺たちを待ってるんだ。あの俺たちの場所で。
こんな時までメンマの幽霊ごっこ。最低よ、やばい。
メンマが。それは気が済むんだ。俺のせいなんだよ。あの日メンマが死んだのは。メンマ、ずっと仲良しだよ。メンマと一緒にもう一度。うん、そうだよ。メンマ抜きで話したって意味ない。だって私たち6人で超平和バスターズなんだものね。おう、私のセリフ頼むぜ、リーダー。ああ、すぐメンマ連れてくる。秘密基地で集合だ。本当はチェンさんの笑った顔が好きな。涙夜空綺麗に咲いて。そろそろバイバイの時間かな。待て、まだダメだ。待ってくれ。これだけじゃダメなんだ。メンマがここに戻ってきてまで叶えたかった願いは。俺ずっとお前に会いたかった。お前の名前呼びたかった。お前に謝りたかった。好きだって言いたかった。君でも、みんな同じだった。みんなお前が好きだった。みんなお前に会いたかった。みんながお前を、俺たちを待ってるんだ。あの、俺たちの場所で。楽しかったね。きっと、ちんたんとこうしてたって思うくらい。
ないメンマ、お前の願いを。メンマの願い、それは打ち上げ花火。子供の頃は打ち上げられなかった花火を、今度こそ。風が時間と共に流れる。嬉しくって楽しくって、もうちょっと待って、みんなが花火してくれるから。なあメンマ、お前の願いを。エハだよ。スルコの言ってたワンピースだよ。ここら辺にリボンのついてるやつだったしよ。女性ものの白いリボンのついたワンピース。一人じゃ危ねえぞ。ああ、そんなでかいが大事で、いくらすね毛剃っても相当無理があるわよ。なあメンマ、お前の願いを。メンマだよ。スルコの言ってた
ワンピースだよ。ここいらへんにリボンのついてるやつを着よう。女性ものの白いリボンのついたワンピース。メンバー、あ、ジンタン一人じゃ危ねえぞ。どこだ。ああ、そんなでかいが題していくらすね毛剃っても相当無理があるわよ。ラーメンマン、お前の願いは。エーダー、鶴子の言ってたワンピースだよ。ここいらへんにリボンのついてるやつしよう。女性ものの白いリボンのついたワンピース。あっ、ジンタン一人じゃ危ねえぞ。どこだ。ああ、そんなでかいが題して、いくらすね毛剃っても相当無理があるわよ。本当バカなんだから。雪やつ。
学校行ってる。罪悪感の中で自分を責め続けて、メンマが作ったんだ。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点。幽霊が蒸しパン作ったって、そりゃさすがに話盛りすぎだろ。メンマはみんなが集まってくれたら嬉しいって、忘れないでいてくれたら嬉しいってそう言ってる。ヒント、メンマが何とかしなきゃ。楽しくて、え、何何、おい宿見、ふざけんな、何のトリックだ。花火が勝手に、君と好き。
やるとかさ。ここで会ったことって。ふざけんなよ。そんなことして何が。マナ。シンタンってさ。やめろ。メンマのこと好き。どれがこんなブス。ジンタン。また逃げるの。今度は消えろ。ジンタン。メンマが ジンタン見てたくなかったから、メンマに成仏してほしいって思ってた。願いを叶えてあげたいんじゃなくて、自分のためにメンマを成仏させたかった。そういうの神様に見抜かれてた。だからメンマのお願いちゃんと叶えようよ。メンマいるか。行きそうなところなんてずっとあの日の明日がメンマに謝れる明日が欲しかった。そうだ、きっと俺はメンマに謝るためにメンマを作り出した。メンマだったらこのままじゃ。Oh.
メンマが作ったんだ。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点。幽霊が蒸しパン作ったって、そりゃさすがに話盛りすぎだろ。メンマはみんなが集まってくれたら嬉しいって、忘れないでいてくれたら嬉しいって、そう言ってる。しんちゃん、メンマが何とかしなきゃ。嬉しくて楽しくて、なになに、おい、ヤドミン、俺が絶対叶えてやる。お前の願いはできた。ポイザン、やった、ジンさん、イエーイ。こういうのなんだか久しぶりで嬉しいな。本当は少し怖かった。みんなもうダークになっちゃったんじゃないか。とってもおしゃれになって、ラフはすっごく大きくなって、ジンタンはいっぱい髪伸びたけど、こうやって遊んでると、みんな変わってない。後悔だ、後悔しようぜ。みんな変わってない、変わってない、変わってない、このまま、まだ続くの。これを逃したくないの。
なあメンマ、お前の願いは。この言ってたワンピースだよ。ここら辺にリボンのついてるやつだったしよ。女性ものの白いリボンのついたワンピース。ジーバン！メンマ！あ、ジータ！一人じゃ危ねえぞ！どこだ？ああ、そんなでかいが大していくらすねぎ取っても相当無理があるわよ。こっちだ！カッとまっていくぜ！近道近道！ゲーッ！蘇るみたい。願い叶えた者のために帰ってくるなんて。俺、お前のことを成仏させてやりてんだ。そうだね。あの日、メンマが言っちまうと怖くて逃げ出したいのに、どうしても出ていけなくて。メンマの願い叶えてやらなきゃ、成仏させてやらなきゃ、メンマは俺を許しちゃくれねえんだよ。メンマいるか。行きそうなところなんてずっとあの日の明日が、メンマに謝れる明日が欲しかった。そうだ、きっと俺はメンマに謝るためにメンマを作り出した。メンマだったらこのままじゃ。メンマどこだ。メンマ、メンマチャンス！行くよ！ジンタンってさ、お、メンマのこと好きなんでしょ？もう、あの日、やるとかさ、ここで会ったことって雪奴。ふざけるなよ、そんなことして何が。マナ、ジンタンってさ、やめろ。メンマのこと好きなんでしょ？こんなブース。
メンマが。みんなで花火作ろうとしている。人の永遠に振り向いてもらえない気持ちなんて。巻き戻るような気がした。怖いメンマともう一度会いたかった。成仏しなくたってこのままここにいればいいじゃねえか。成仏しますよ。どうしたんだろう。なんでこんな。でもね、まあ本当はジンさんの笑った顔が好き。あ、そろそろバイバイの時間かな。待て、まだダメだ。待ってくれ。これだけじゃダメなんだ。メンマがここに戻ってきてまで叶えたかった願いは、俺ずっとお前に会いたかった。お前の名前呼びたかった。お前に謝りたかった。好きだって言いたかった。でもみんな同じだった。みんなお前が好きだった。みんなお前に会いたかった。みんながお前を、俺たちを待ってるんだ。あの俺たちの場所で。楽しかったの。きっとジンさんとこうしてたいって思うくらい。みんな大好き。お前の願いは。
メンマが作ったんだ。出会いはふとした瞬間、帰る道の交差点。幽霊が蒸しパン作ったって、そりゃさすがに話盛りすぎだろ。メンマはみんなが集まってくれたら嬉しいって、忘れないでいてくれたら嬉しいって、そう言ってる。メンマが何とかしなきゃ。え、なになに、おい宿民、ふざけんな、何のトリックだ。花火が勝手に、君と
したんだよ。メンマ、クレーモだよ。ジンさん、どうだ、メンマ。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点に声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。メンマ。嬉しくって楽しくって冒険もいろいろしたね。二人の秘密の口の中はちょっと分かれてきたよ。きっとね。Thank you.